東京地方裁判所は東京都千代田区にある日本の地方裁判所の一つで東京都を管轄している。略称は東京地裁立川西部を置いている東京都を管轄しており本庁が千代田区に支部が立川市にそれぞれ設けられている。管内には本庁及び支部の所在地並びに八王子市、武蔵野市、大梅市、町田市、八丈島、伊豆大島、 新島の合計9カ所に簡易裁判所が設置されている。また、本庁の所在地には、東京第1第6検察審査会が、支部の所在地には、立川検察審査会が、それぞれ設置されている。本庁立川支部地的財産権の内特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権関係については、本庁において、東京高裁、名古屋高裁 仙台高裁札幌高裁の各管轄区域内の事件を専属で取り扱う。また、前期管轄区域内の商標権、衣装権、著作権などの知的財産権関連事件も本庁へ訴訟提起が可能である。裁判員裁判対象事件及び労働審判は本庁及び立川支部がそれぞれ扱う。本庁には民事は第十一部、刑事は 第18部までの部がある。首都東京を管轄する裁判所であるため、受理する事件の数、法廷の数は、共に日本一である。本庁は、東京高等裁判所、東京簡易裁判所も同居する地上19階、地下3階建ての合同庁舎になっており、知的財産高等裁判所も入っている。障子部である民事第8部、破産部である民事、第20部は隣接している。 東京家庭裁判所、東京簡易裁判所、東京第一第六検察審査会が入っている、中央合同庁舎第6号館 C 棟に入っている、北側に法務省旧本館が、東側に東京地方検察庁交通部、東京区検察庁、厚生取引委員会が入っている、中央合同庁舎第6号館 B 棟と弁護士会館が、それぞれ隣接している。また、 道路を挟んで、西側に国家公安委員会、警察庁、総務省、国土交通省が入っている。中央合同庁舎、第2号館、第3号館がある。目黒には民事執行センターが存在する。本庁の庁舎は、常時玄関に金属探知機ゲートと手荷物検査のための X 線で荷物検査機が設置されている。裁判所職員、検察庁職員、 法務省職員、弁護士、司法修習生以外の一般人は、そこで、金属探知機ゲートを通過して荷物検査を受けないと、中に入れない。また、銃砲と剣類の持ち込みは現金で、検査で判明した場合、警察に通報するとの注意書きがある。また、裁判所内部の写真撮影は禁止されているため、カメラ類の持ち込みが判明した場合には、 バックから出さないように警備員から指示される。立川支部には民事は第四部、刑事は第三部までの部がある。立川簡易裁判所や東京家庭裁判所立川支部、立川検察審査会も入っている。また少し南側には東京地方検察庁立川支部、立川区検察庁、東京保護観察所立川支部等の合同庁舎がある。本庁には あらゆる事件を扱う通常部のほか、次の専門部または集中部がある。2006年までは、民事第7部が手形部として、手形事件を担当。2007年からは、手形部門が、障子部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。21カ部であるが、うち3カ部は休部している。また、以下の2カ部が特別部である。など、 東京簡易裁判所、町田簡易裁判所、八丈島簡易裁判所、ありがとうございます。